スレットライナーの京極翔吾です。新しいこの X シリーズはちょっとアウトラインが従来の LT たちのモデルとは変わってサイドカーブがきつくなったりしてるんで乗り味がまた違って楽しい板になってます。で、自分が乗った感じだとやっぱこのサイドカーブがきつくなってるんでスピンなどターンなども結構きつくちょっと立ってただけで入るようになってワンローテでスピン系ノーリーがすごい回るような乗り味になってます。ぜひ乗ってみてください。足下で踏んだ時はあのセンターフレックス硬くなくあの乗りやすいなっていう乗り系も結構できるんで、まあ、操作性も結構いいかなと思ったんですけど、あ、乗り系でそのノーズテールに乗ってやる技とかになるとあのちょっと耐えられなくてまくられたりとかあの最後踏み切れなくて板に返されるとかっていうのがやっぱ出てくるかなっていう。 いい点はもう本当にやっぱ反発しっかりもらえるんで、あの踏んだ時に下からドンって返ってくるようなあの感覚はやっぱ一級品ですね。まあ、エッジ打ちで跳ね返りがバチンくる感じです。なんかこう長さで結構硬さが変わった感じだったんで跳ね返りがこうがっつり欲しいなって僕は思ったんで52のがいいなって逆に思ったんですけど、50は50で高回転とかアンディとか取り回しはこっちの方がやっぱしやすかったなっていうのがあったんです。最高の板だなと思いました。ありがとうございます。ちょっと硬めの方が好きなんですけど、でもちょっとこれ硬すぎた面もあったんですけどやっぱ耐えれる感じがあってまあ結構良かったかなと思います。それでもデザインがかっこよくてまあ本当にもうちょっと上手くなったら乗りこなせたら乗りたいなっていう感じです。あのノーリーがとてつもなく打ちやすいですね。反発がクンって踏んだらもう上にポンって反発が返ってくる感じと、あとはエッジがすごい食い込む感じでクイックに回る感じがあってすごい乗り打ちやすかったですね。あとフレックスが全体的にかなり硬くて、なんだろう、乗り系とかちょっと自分の筋力使うようなフラトリはちょっとしんどいかなっていう感じはしました。あとはすごい軽いですね。なので空中でなんかロックとかしたい人とかも気に入るんじゃないかなと思います。